あ、タイマン来てくれた人いるね。ありがとう。そう、最近個展でね、1対1で話すみたいなやつもありましたよ。来てくださった方ありがとう。来てこれなかった方、残念でした。あ、そうだね。なんか、いろんな人がいましたね。あ、なんか東大生いるらしいよ。高学歴のゴミですっつってね、東大生の人来たわ。私が計算できてなかった配信どんな気持ちで見てたんやろってね、ちょっと思いましたわ。あと女の子がね、なんかうるうるしながら喋ってる女の子とかいてね、うん、なんかないねーみたいなのね、めっちゃいい機会だったわ。またやりたい、またやるわ。いや、私の力ではできないんですけど、またなんかそういう機会をくれる企業さんがいたら一緒にやらせていただきますわ。はい。その子おっさんやぞ。いや、女の子やったって。いろんな人がいるわねっていうことで、お手紙とかもね、いっぱいもらってね、マジいろんな人がいるなって思ったのと同時に、ちょっと待って、みんな気をつけて、ここ意外と中学生いるぞ、気をつけて。多分11時だからリアタイはしてないと思うんだけど、いや、意外と中学生の子からの手紙が多くてさ、やばいよ。ちょっと治安よく行こう、治安よく、教育によろしくねえから。おっさんやぞ。中学生はおっさんじゃないから、マジで、マジで女子中学生が多い。わかんない、おっさんはあまり手紙を書かなくて、手紙をよく書くのが女子中学生ってだけの可能性もあるんだけれども、にしても多くてさ、いやー、ロリカミが流行ったから。でもそれでもそこからさ、配信までたどり着いて個展まで来てくれて手紙書いてくれるの嬉しすぎない？ありがとう。中1女子です。もうこれでもね、おっさんやぞっていう風に今まで返してたけど、ワンチャンね、現実に帯びてます。怖いよ、ちょ、ガキ。あ、ちょ、ここで言っとくわ、中高生のガキはね、スパチャしないでください。お金大事にして、お金を使うなら何か物が返ってくるものに使った方が絶対いい。私はやっぱスパチャをあまり、まあ、読んでるんだけれども、口に出して何々さんありがとうとか言わないタイプだから、マジにスパチャはしない方がいい。ほな、やめとくか。やめときな、やめときな。いや、マジお金大事にしな、ガキ。はい。いた。